トマトを植えた時に葉っぱをいつ取ればいいのか、タイミングを今回は説明していきたいと思います。まあ、いつ取ればいいのかとか、家庭菜園に来てる人とかよく質問があるんですけど、答えていきたいと思います。だいたい一番下の実の色がついてきたら葉っぱの取るタイミングです。この実の下から取れば、葉っぱを取っていけばいいと思います。だいたいこの花が1、2ってあるんですけど、これ2、3、4、5、6、まあ、7番目まで咲いてるんですけど、だいたい6段目ぐらい咲いたら実がこうやって色がついてきます。次この2段目の色がついたら、こっから下をまた葉っぱを取っていくって感じ。これが目安かな。この実の色がつき始めたら下の葉っぱを取る。で、2段目の色がつき出したら下の葉っぱを取っていく。その分上にトマトも伸びて葉っぱも増えていくんで、色がついたらもう取っても問題はないと思います。はい、1回目取ってから4日経ったんですけど、ほら、うっすら色がついてきた。で、色がついてきたら葉っぱを取る感じです。だいたいこんな感じかな。12枚から15枚葉っぱがあれば、正常と言われてます。まあ、農家さんによって8枚のところもあれば20枚とか残してるところもあって、農家さんそれぞれによってなんで、まあ、だいたい12枚から15枚って覚えてもらえたらいいのかな。うちの場合8枚になる時もあるし、10枚になる時もあるし、この横も取る時があるので、まあ、ここから数えると 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15枚、16枚ついてますね。まだ脇芽とかそのままついてるんですけど、だいたい15枚ぐらい。はい、これもちょっとオレンジっぽくなってきてるから、もう、まあ、目安として、これもここが色づき始めてるから、目安として下を取っていっていい。で、またここが色ついてきたら、ここから取っていく。で、葉っぱを取るときはなるべく、もう一の場合ハサミ使うんですけど、なるべくここから切ってもらうといいかなと思います。ここからたまにね、ここから切る人とかもいるけど、中途半端に切っちゃうとここから枯れちゃったりするんで、茶色く、それが病気のもとになりやすくなったりするんで、ここもちゃんと切ってもらった方がいいかなと思います。葉っぱが少ないなと思うときは、まあ、葉っぱをそのまま残しててもいいし、半分だけ取っても大丈夫。これだったらこっからちょっと枯れちゃってるので、こっから先っぽを取ってもらえればいいのかなと思います。で、今あの幼虫ヨトウムシがいたんですけど、こいつがいたら外に出すか駆除してもらえた方がいいです。葉っぱを食べるから、本当トマトも食べるんで、こいつがいたら外に出すか、まあ、どうにかこうにか駆除してもらえるといいかなと思います。